藤沢隆氏は1960年代に活躍した北海道余市郡余市町出身の元ノルディック複合及びスキージャンプ選手。余市高校早瀬田大学を経て国土計画に所属。1966年にノルウェーのオスロで行われたノルディックスキー世界選手権個人90メートル級では16位。1970年に チェコスロバキアのビソケタトリで行われた世界選手権で70メートル級は15位、90メートル級は6位だった。1964年のインスブルックオリンピックにはノルディック複合の選手として出場し、個人20位の成績を残した。1968年のグルノーブルオリンピックにはスキージャンプの選手として出場、70メートル級で26位。 9 0ル級では1本目2位に、つけたが、2本目は距離を伸ばせずこの回48位、トータルで18位に終わった。1972年の札幌オリンピックに3、大会連続3回目の出場を果たし、7 0ル級では1本目4位に、つけたが2本目に46位と低迷し、23位に、終わった。9 0ル級では14位となった。 全日本スキー選手権大会のジャンプ注目で2度2冠を達成している。ありがとうございます。